さあそれでは両チームのスタメンです。まずホームの岡山、前節から1人変わりました。ゴールキーパーが清水から移籍してきて今季初スタメンの梅田東吾が入ります。ディフェンスラインは前節から変わった4人です。右から広木、井上、阿部隆、宮崎智彦が入ります。ボランチは木山と白井、そして右サイドには宮崎、木原、左には前節に続きまして2列目に徳本が入ります。ツートップは川本と上条、ベンチメンバーにキャプテンの浜田が帰ってきている岡山です。さあ変わりましてアウェーの琉球のスタメンと予想フォーメーションです。こちらも1人変わりました。ゴールキーパーが猪瀬、ディフェンスラインは田中、リオンジ、知念、沼田が入ります。ボランチには上里と富所、右に風間光也、左に清武、ツートップは阿部と、そして岡山から移籍した清水、ベンチメンバーには赤峰の名前もある琉球です。ボールの行くが上里、上里は昨シーズンもこの岡山戦でフリーキックを決めています。さあ見ましょう、チャンスを迎えている琉球、狙っていった、どうだ、わずかに枠を捉えることができませんでした。上里の左足のシーンです。直接狙ってきましたね。うん、もう高さなんかはね、非常にこういい高さで、あわやゴールかなと、そこをこう強みにしているようなね、はい、ゴールシーンありますよ ね、 そうですね。特に、ゴールキーパーとディフェンスラインの間を狙ったアイリクロスがね、はい、さあ清武落としていってシュート、清水、ゴールキーパーよく抑えた梅田、決定的ですよね。ぐっとこうギアが入って清水選手の右足を抑えたというところでしょうね。さあ行きましょう、中に入れてきて真ん中のボール、さあどうだ、キーパーセーブしましたが、今最後に触ったのは大勢ちゃん、ここからもう一度シュートを放っていくが、まだ跳ね返っていって一気がこのボールに行こうとしますが、ここで笛が吹かれます。ここ見てみましょう、このコーナーキックです。宮崎木原選手のね、非常にいいクロスでしたけども、木山選手ですね、相手にこう引っ張られるのなんとかできることもありますからね。そうですね。さあ上条前を向く、上条から広木、広木から中に足元のボール、さあシュート、ポストに当たる、跳ね返って上条、ホーム初ゴール、2試合連続上条決めた、先制岡山1対0、伊賀の攻撃です。上条選手から広木選手クロス、宮崎選手がね、ポストに当たって跳ね返ってきたところ、もう一度上条選手が思い切って右足でここ振り抜きましたね。そうでしたね、いいところにねボールがね折れてきましたね。いや非常に厚みのある攻撃、上条2試合連続のゴール、コンビネーションですよね、本当ね、あの相手の脅威になってますね。ですね。さあもう一度清水がキープして、そして阿部前を向く、そして自ら自分で運んでいって、さあかわしていってフィニッシュまでいけるか、阿部中倒れたがシュートを打っていく、風間、ゴールキーパーの梅田止めました。岡山とすればね、はい、あんまり下がりすぎるとね防戦一方になりますからね、こう人数かけて守りながらどうやってねこうカウンターを、前からマイナスのボール、さあシュートまでいけるか、かわしていって白井決めた、追加点岡山2対0、川本選手もねよくマイナスのクロス見えてましたし、もう非常に絶妙なコースですね。さあ今度はセットプレーチャンスを迎えているのが岡山です。ふわっと浮かせたボール井上、さあそして浜田、どうだ、まだ、いやこれを枠を捉えることができない、枠内そのシーンです。選手がヘディングして浜田選手がね、はい、足に前線の選手にボールを入れてくる岡山です。ちょっとボールが流れました、これに対して上条がボールに行こうというところ、いやこれを4時川本がサポートに行く、
川本から上城、このボールに対してさあ白井、白井が中、さあどうだ、木村決めた、サイドで粘ってね、白井選手からこのターンがキレがありましたね、はい、ね、左足に持っていくようなコントロールの仕草から右足持っていってね、うまくターンして右足、さあ時計を見ました、そしてここで長い笛、試合終了、この笑顔有馬監督、ホームで2勝目を挙げます。そして今日のゲームは3得点を取っての勝利、2連勝です。岡山、前節の新潟戦に続いて上位琉球も破って2連勝大きな雄たけびを挙げたのが川本、3対0でゲームを締めくくったホームの岡山でした。